僕設定よく知らないんですけど、これゾーイってどういう設定のキャラなんですか。どういうせ、すごい召喚状。世界の均衡を保ってるってめちゃくちゃ強そうやな。あ、なるほど。解放鬼の方が本体で人型になってる。ゾーイ結構良さそうやんじゃな。でも、昇竜にもできないのがちょっと気にかかる。じゃあ、とこいつね、リープのリーチが異常なんですよ。ほら。こっから届く。いや、リープマジですごい。ゾーイ、テンプレさえはっきりすればもう結構使いたいけどな。この手のキャラテンプレめんどくさいねんな。テンプレがないとめんどくさいんですよね、使うの。で、まあ、ゾーイ、まあ、今一人対応に言うと、なんか、上のゲージあるじゃないですか。初めは初級は 50% なんですけれども、このワイバーンを出す、ワイバーンでドラゴンを出すとゲージがこういう風に減っていくんですよ。で、ゲージがゼロになったらギルティのエディみたいに帰っていって一定時間ドラゴンが出せなくなるんです。だからこのゲージを 8G で貯めることができるんで、うまく使いながら貯めてゼロに専用にしながら立ち回るっていう。で、技がなんかホールドでこういう雷が来たりとかするんで置き攻めが強そうみたいな、そんだけです。あと、このドラゴンが3種類あるんですけれども、弱がこういうふうな、まあ、波動拳みたいな感じですね。まあ、相手の目の前に行って、まあ、目の前で技がセットするんですが、弱がこれで、中が炎が、まあ、大体コンボ用とかかな。で、強がこういうふうなレーザービームを2回発射するんですよ。だからまあ強をすごい使いたいんですが、強はあの上のゲージが30% ぐらい消費するんで、もっとかな、35% ぐらい消費するんで、まあ、使う場面は結構限られてくるっていう感じです。なんか必勝パターンに持ってくのが大変そうだな。結構技の使い方むずいな。設置が多すぎるな。ちょっとドラゴンボールのビーム打ってる時の SE に似てんな。うわーすごい。これ自体は強いけど、これ自体は強いな。ビーム自体は相当強いな。やば、ここにいけんのか。ええやん、このキャラ。ええやん。引き攻めで沈む滅びの光だ。なると拾えたりします。朝廷の翼よ、共に終末の向こう。レッスン空も沈む。基本は投げを食らっといていいみたいな感じであるんでしょうね。あと中段が長い、めっちゃ長い。さっき教えてもらったんですけどめっちゃ長かった。
あれまあこれも多分悪さできるんでしょうね。なんか雷設置しながら中断やってそのままなんか繋いだりとか。多分できる。って感じです。なんでまあその代わりゾイの弱点として無敵技がないんで、まあ、攻められたら弱いけど、まあ、立ち回りはかなり揃ってんすよ。技中盤もしゃがみ中も語りないよりちょっと長いぐらいで、立ち中盤も長くて全部あの確認頑張ったらできるんで、立ち回りもまあまあまあ普通に強くて、で画面端行くとすごい期待値がある。その代わり捕まると無敵技がないんで頑張ってくださいっていうキャラやと思いました。攻めるとかでこれやって、ここでグラ潰しやってで D 力引っ掛けてこうすると死ぬ。確認できる、いやー多分できると思うけどどうなんやろな。実戦だとどうなるかっすね。だからそのゲージの使い回し方がすごい難しいと思うんで、それがちょっとどうなるか分かんないなっていうのはありますね。ありがとうございました。じりじりしてました。あ、そう、これ重ならない。痛い。修正点。総裁起こってる時に画面停止してんのに竜のビームは出るんですね。なるほど、そうなんだ。いや、フィリは多分これがあるからいけそう。